K1 でも最年長ファイターを狙ってみるのはいかがでしょうか。浅田さんに死ねって言ってると一緒なんですよ。トリオでなんかやるとか。いや蹴る専門にいいですか。そうですね、初めての経験だったんで非常に緊張しましたね。舞台が終わってからもっと元気よくやれってダメ出しを相方からもらって本当に緊張してたんだなと思って、こんなに飲まれてる雅紀さんを見るのは初めてでした。それを見て僕も緊張してしまいました。ちょっと勝手があまりにも違ったもので、いい経験させていただきました。ありがとうございました。M1 最年長チャンピオンになられましたが、はい、K1 でも最年長ファイターを狙ってみるのはいかがでしょうか。実は狙ってるんですよね。でも多分無理だすいません、中途半端なことです。まだ飲まれてるみたいで。いやちょっといくらなんでもね、それはちょっと厳しいかなとは思うんですけど、それはちょっと正田さんに死ねって言ってると一緒なんですそうですね、ちょっとそれはね、僕らはちょっとリングサイドから応援させていただく立場で頑張りたいと思います。はい、体の方は鍛えたらいいんですか。なんかもうやらせようとしてるんですか。体全く鍛えてないですよ、僕らは。そうです、はい、ちょっとだからこれが僕、去年1年間で体重10キロ増えたんですよ。この年で10キロ増えちゃって、で、健康診断10年ぶりに見たら身長が 1.2 センチ縮んでたんですよね。そういう状況になったんで、ちょっと今年1年ちょっと体作っていこうかなとは思ってるんですよね。もしかして10キロ痩せて、お互いちょっと膝も弱いんでスクワットもやっていこうかなと思っております。鍛えていきたい。どうなんだろう、さすが顔だけ見ればね、K-1 ファイターみたいな顔してますよね。そうなんですね、顔だけ見ればね、なんか男前かな、こうやれば男前かなって言われるんですよね。この顔面だけね。僕もセコンド顔です。そうですね、ちょっとそういうネタもやっていこうかな。本当にはできない、ネタでね、攻めない。今回 K-1 ですけど、M-1 と一文字ですからね、実際違う。そうですか。ああ、まあ確かに、うん。だからってやらないですよ。一文字だから。どうですか、変わりましたか、チャンピオンになって。そうですね、収入やお仕事も変わりましたし、街中で顔を刺されることが多くなりましたね。うん、帽子かぶってマスクね、このご時世してるんですけど、それでもやっぱり気づかれて、これでもなんかすれ違った人に、あ、今の人、鯉のぼりの人だ。惜しい。ちょっと惜しかったんですけどね。まあそういうこともありました。そうですね、僕はテレビ局入るときに、マネージャーには間違えられなくなりましたね。僕、M-1 当日に、マネージャーに間違えられてる。やっと一歩。やっと顔を覚えられた。やっと顔を覚えていただいた。ドイリー選手、このお二人の漫才は見たことある？ああ、もちろんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありますか？ありがとうございます。はい、嬉しい。もちろん嬉しい。いや、どうですか？僕の立場から言えるあれじゃないですけど、すごい、はい、いつも笑わせていただいて。ありがとうございます。嬉しいです。まあ、今回 MVP ですけども、まあ、錦鯉の2人はリングに上がらないと言ってましたけども、逆にノリ選手お笑いの道に、いやもう絶対ないですね。何を言ってるんですか。どうしたいんですか。いやでもぜひね、こっちで一緒にね、なんか共演とかできたら楽しいですけどね、いろんなところでね、そうですね、はい、将来的にはトリオでなんかやることいやいやいや、蹴る専門にいいですか。怖い引っ叩かれて蹴られるんですね。ボロボロになるんですよね。一番年齢が。それで行きましょうか。いや、いや、いや。